Hello, everyone. We've been on hiatus for a while on this, but we're finally back. Corpse Party, Book of Shadows. The first two chapters of this, ugh. And then the third chapter was a little bit of a, felt like kind of a palate cleanser. But now we're finally about to start chapter four. So, let's go. My mind was in a daze. The lights on the ceiling were spinning, moving in and out of one another, alternating between hazy and distinct, and forming spiral patterns in my eyelids. Oh, is this Hammer Guy? Stop, Hammer Time. Oh yeah, it's Hammer Time. Episode 4, Purgatory. わははー!私の名前は大上さやか。東照学園高等部の2年生。OK, we've met Naha. 普通の女子高生だけど、勉強と両立させてる仕事があって、なかなか学校に出られなかったりもする。 今日は久しぶりのオフなので、私の大好きな親友のナホちゃんを呼び出して一日遊んで回ったの。その最後のイベントがこのトゥインクルガールズライブ。この街有数のライブハウス、クラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて、私はよく見に来てるんだ。 So I guess this is going to be, is this going to be a look at Naho's backstory? Because the last chapter was Yui's backstory.
Put our hands in the air like we just didn't care. Kawaiikatta! Arigato, Sayaka! Twinkle, saikou! Daisuki ninatta! Deshou? Yabai deshou? Last no kyoku no furi toka sa! Oboeta yo! Hora! Hora! Oo! Dekiteru yo! Chotto koshi no ugoki ga chigau kedo!ライブが終わってベータの外、箱から出てきたファンのみんなが通りにたまって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。ナホちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。大ファンじゃん。いいなあ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえさやか、ガスツ寄ってこう。ガスツ、スイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。ムフフ、スターミルクプリンスペシャルくだち。ナホちゃんが得体の知れないものを注文する。何それ、超甘じゃない。星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきナホちゃん。同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、うん、話というか気もあってよく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は二人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てっ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 て。ナホちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて、実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら、多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけ、こんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。 Yeah, our interactions with her were also kind of that more, more cool and collected. おもむろに顔を上げて、ナホちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。どうしたの？心配だよさやか。このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、ナホちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。ナホタもじゃん、毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠の後ろでずーっとフレンチ食べてるだけ。まだ言ってなかったのに、どうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ超書いてあったよ。太文字で「みんななほちゃんを応援してください」って。げっそりとした顔でなほちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。
顎を机の上に乗せて、ほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談ごとに触れてみたの。あのね、なほたん、今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。あっ！突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや、興味ありかな。なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。なほちゃんは机に頭を乗せたまま、しばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな。けれど、私は今一瞬、この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだ。ね、お願い。なほたん顔出し OK でしょ。うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。ああ、にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣ればきっと飛びつくわ。ほら、にゃーほら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 、おにゃーお。たまになほちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。じゃあギャラは金の猫か。どういうことなんだぜ。じゃなくて、キルフェノンのカフェをご馳走するのでどう。ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。ありがとう、大好きナホと。ぶにゃーおしゃー。なんでシャーするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。なほちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさせっこしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャウフフしながらキロに着いたの。ナホたん、次学校いつだよ。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。うん、さやかも出さなきゃだよ。きっと次学校行ったら言われるよ。うわー、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。ああそうだ、家寄ってキビキ先生の本持ってく？読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる。おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道に奈穂ちゃんが住んでる、というか居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、なほちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力にはいつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい？君は、あ
していた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ、ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして、大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。 Now you know why she's staying here. キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいてます。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい。そんな、とんでもない。ねえねえさやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな。いいですか先生。もちろん。ただお家の方が心配されるから、連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。笑顔が優しい。こりゃナホちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だとナホちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して、独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません先生、ありがとう。平気だよ、私も飲みたかったんだ。笑顔を残してキビキ先生は部屋の奥へ消えていった。素敵。ナホちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、ナホちゃんが席を立つ。その数秒後だった。ナホちゃんの悲鳴がお屋敷中に響き渡ったのは。The heck? びっくりして声のした方を振り返る。田口さんも鍵ぐらいしてよ。ごめんなおじゃ。すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん。いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していたキビキ先生もふっと笑って頭を引っ込める。素敵。深い灰色の雫を一滴からも味わうように、そっと口の中に溶かし込む。キビキ先生の入れてくれた紅茶は、それまで私が飲んでいたものとは全く違う味がした。はあ、美味しいです。そう、口に合ってよかった。深みのある味と香り、紅茶なんてどれも同じだと思ってました。うちにはティーバッグのものしかなくて。バッグのものも最近はいい味がするよね。美味しい。ただ私はやはりこれが一番飲み慣れていて好きなんだ。お
嬉しいです、先生。田口さん、いつ帰るの？手厳しいな、奈緒ちゃん。田口さんってずいぶん年上のはずなんだけど、完全に奈緒ちゃんに飲まれちゃってる。なんかこの関係も面白いな。そうだ、今日中にレンタル返さなきゃいけないから、そろそろ帰ります。またエロビー。違うよ、またってどういうことさ。じゃあ先生、テクノブレイク。ナホちゃんが田口さんに向かって光線を出している。なんかウルトラマンみたいな構えになってるけど。ああ、先生、また明日。あ、ナホちゃんもね。明日は学校行くから来てもいません。そうなんだ、珍しいね。29歳、非リア充に幸あれ。もう。田口さんはフラフラになって玄関に消えていった。私と並んで楽しそうに眺めていた響先生も笑顔で手を振っていた。あ、では私もそろそろおいとまします。ごちそうさまでした。そうかい、おもてなしもできなくてすまなかったね。とんでもないです。うん、田口さんもういないよ。だいぶ先に行ったと思うから、もう出会う心配ないよ。ひどっ。またゆっくり遊びに来てください。夜道気をつけて。ありがとうございました、失礼します。響先生の家を出ると、奈穂ちゃんが先の角まで送ってくれた。ひんやりとした空気がほてった方に気持ちいい。今日一日の楽しかった思い出を振り返って、ついでに私はカバンに持っていたトゥインクルの CD を1枚貸して、私たちはもう一度ハグし合ってから別れたの。ナホ君、ありがとう。君の見つけてきてくれた天神小学校の件、これはすごいよ。これがこの取材が実現すれば、世界中のオカルト研究がひっくり返る騒ぎになるぞ。たまらない。 Yeah, this is their whole, investigation of Heavenly Host. お父さん、息してないよ。The hell is that?調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中、その後の経過と。篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる増毛感、吐き気、下血。あと悪夢を毎晩見るも追加だな。
あそこは危険すぎるな。先生や田口さんは霊に対しての耐性がない人だから行かない方がいいかもしれない。私の名前は冴野木奈穂。霊能調査で全国の心霊スポットを回り、依頼者の不安を取り除いたり、可能なものは解決したりしている。私の周りには最近、ある異変が起こっていた。先月調査を開始した霊場から、それまで経験したことがないほどの強力な思念体を連れてきてしまったようだ。平たく言うと、強力な怨霊。現地から持ち帰ってきた呪術用の型代。これがきっと強く作用しているんだと思う。Comes back to that paper doll, though. さっきファミレスでさやかにラジオに出ないって誘われた時、私が迷ったのはこれが原因。霊にまつわる怪談話は霊を刺激する。私の周りにつきまとっているそれがさやかに影響してしまわないかと懸念していたのだ。ただこの霊は私の体調をむちゃくちゃにしてくれている以外は外に向かって影響を与えたことがないし、私が抑え込んでやればさやかのラジオもきっと大丈夫だと思う。あれ、先生、キッチン直行で水を飲みに行ったから気づかなかったけれど、リビングのソファーでキビキ先生が眠っていた。先生、風邪ひいちゃいますよ先生。よく眠ってる先生、かわいい。先生、昨日徹夜だったからきっとお昼まで寝てるな。よいしょっと。暖かいでしょう先生、この毛布。いい夢見てくださいね。心霊調査は危険。いろんな人に深入りしないようにって忠告される。どうしてこんなことをするかというと、全てはそう、先生のため。私の調査の力を使うことで先生の怪奇小説のお仕事がはかどるなら、先生の面白い作品がたくさん世に生み出されるなら、私は何だってできる。先生が褒めてくれるなら、私は全てを犠牲にしたっていい。やっぱり先生と田口さんだけで天神小学校へは行かせられないな。危ないもの。私もついていこう。先生の毛布を肩までかけ直して部屋に戻る。私が学校に行く時もまだ眠っていると思うから、置き手紙をしておくことに決めた。先生は逆に私のことを心配して田口さんと二人だけで天神小に行くって言ってくれている。その優しい思いやりに、私は今まで二人だけだと余計危ないとは言い出せずにいたのだ。先生へ、時刻は午前11時になりました。最新ニュースをお伝えします。東京新宿駅東南口のエスカレーター下広場で起こった女学生死体遺棄事件につきまして。おはよう奈穂君。君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、やはり私たちだけで
いないのか。そういえば今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。相変わらず綺麗に使っているな。私の書斎とは大違いだ。ん？机の上に書き置きがある。先生へ。私、先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰って来られると思います。例に対する耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので、今日学校から帰ったらやはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。ああ本当に成功するかどうか低めの確率ですけれど、うまく潜入できればきっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、おいしいもの食べさせてね、ナホより。ありがとう、ナオ君。だがやはり君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法は分かっている。天神小学校へは私が田口君と二人で行ってみるから、君は吉報を待っていてくれ。ふむ、返事の置き手紙でも書いておくかな。おはようございます、キリキ先生。もう起きてらっしゃいますか？彼も気合十分だな。よし、行くか。午前の収録が終わってすぐに学校に来たんだけど、お昼休みの時間になっちゃった。案の定クラスにはナホちゃんの姿はなかった。でも私は知ってるんだ。普段仕事でめったに出てこないあの子がクラスメートの喧騒を避けて昼休みにいつもいる場所を。なぜかってそれは私もいつも同じ場所に行くから。先生に見つかったら怒られそうだけど。扉の鍵が壊れてて屋上に出れちゃうんだよね。いい風、気持ちいいな、日差し。校舎と校舎の間に転落防止用のフェンスがある。あんまり高くないから余裕で越えられちゃうのよね。よし、突風にも負けず余裕で乗り越える。下を見るとちょっと怖いけど、ここを越えるといい日陰の場所があるのよね。あ、いたいた、ナホタ。その場所にやっぱりナホちゃんはいた。お昼休みの学校の屋上で紙パックを加えて読書にふける女子高生。この子がやると何でも絵になるな。うーん、はやは。うい、さやか、おっすおっす。昨日結構遅くなったけど大丈夫だった？家。うん、大丈夫、怒られなかったぜ。おお、手なずけてるね、親。口悪っ。ちょ、昨日借りた先生の作品すごいんだけど。でしょ、引っ張られるでしょ。最初の殺人現場、森林描写のマックス立てとか大好き。気が狂ってるよね、あの主人公。現場の移動中に読み始めちゃったからテンション上げ直すの大変だったけどね。続き読むの楽しみだよ。読んでみて読んでみて。あ、そうだ、昨日借りたトインクルの CD もやばかった。もう死ぬ。本当？よかった。ライブの曲いっぱい入ってたでしょ。トインクルはね、ピ
PV がまたいいのよ。携帯に入ってるかな。入ってないや。今度見せるよ。歌ってみたやったらウケるかな。いいね、超見るよ私も。なった。もう1時間。じゃあ私またちょっと打ち合わせに行ってくるわ。なほた、今日放課後収録よろしくね。5時半に東新宿だから4時に校門前待ち合わせでいいかな。オッケー、ナイス校門。そこ繰り返さなくていいよ。なほちゃんは相変わらずのテンションだ。今日の収録もきっと楽しくなるぞ。しつこいな。嘘でしょ。まさかこの呪い、細胞にまで影響を与える類じゃ。いつまでつきまとう気なの。皆さんこんばんは。大上さやかのラブブレイバー、今夜も始まりましたよ。イエーイ。張り切っていきましょう。そうそう、今日はね、私学校に行ったの、友達に会いに。久しぶりにリラックスできたよ。めっちゃ喋ってきた、めっちゃ喋った。あ、勉強もしに。ん、なんかスタッフが受けてる。なんで。え、大上が学校に行く絵が面白い。いや、行くよ、行くだろ。私だってみんなと同じ高校生なんだから。笑うな、ウケてるって意味か。クスクス笑いもやめろ、気を使うな。おかしいな、学校っていいねって言いたかったのにどうしてこうなった。まあいいや。では今夜も30分じっくりお付き合いください。ブレイバー。さやかのパーソナリティぶりはさすがだった。プロの仕事を目の当たりにすると私の気も引き締まる。はい、前慣れいただきました。さいのきさん、どうぞブースへ。はい。ゲストの私が招かれる。収録ブースに入るとさやかがマイクの向かいに座って手を振っていた。手を振るさやかに笑顔を返して用意されたマイクの前の椅子に座ろうとしたが、なんだろう、違和感を感じる。あ、はい、サチコ。ん、どうしたの。なんでもないよ、フラフラしちゃった。あるから可愛い顔で行こうぜ。了解。キリ。この子、篠崎家の調査資料にあった篠崎の一人娘幸子だ。最近つきまとっていたのはこの子だったのね。幸子の目は真っ黒で、黒目がどこにあるかわからない。微動だにしないが、息を殺してこちらを見ているのが伝わってくる。体中の毛が逆立ち、頭に血、喉に胃液が逆流し始める。やはり篠崎家の呪いは強すぎる。私の力じゃコントロールできない。さやかは見えていないんだ。いけない、収録機器に影響が出ないようにしなくては。では回します。企画お便りから。さて皆さん、お待ちかね、
今週のやってみたコーナーは変えていいですかさ、うん、ダメもう仕方ないな。今週はそう階段やってみたです。うやあーもうやだって言ったのに、なんでみんないっぱいメール送ってくんの。過去最高くらい来てるんだけど。それでね、こんなの私一人じゃやってらんないので、今日はゲストの方をお招きしております。おスタッフ拍手早いよ。さてゲストは誰なんでしょうかって、みんなもう分かってるかな。あの方です。作家にして心霊調査のプロフェッショナル、美人であり頭脳明晰、女子高生霊能作家の冴の木奈穂さん。イエーイ奈穂たーん。こんにちは。来てくれてありがとう。いえ、お招きいただき光栄です。おお、どうですこの佇まい、しっとりしてて素敵でしょね。ナホタンはね、私とは実は学校が一緒でクラスも一緒でね。よく遊んでる仲良しなんだけど、もうねそれを知ってる方から前々から来ていたんですよ。ナホタンゲストまだーって。叶えてやったよ、喜んでね。まあね、一番喜んでるのは私だったりするんだけど、今回は怪談特集ということで専門家のコメントをいただければと思ってます。ナホさん、先に悪霊に向かってガツンと言ってやってください。常世の狭間で震えなさい、七つの星のもとに。決め台詞きたー、テンション上がってきたよ。では早速お便りを読んでいきましょう。東京都 M 市のラジオネーム、なぎじゅんぺいさんからの怖い話。経験上、今までほとんどの霊障はこちらの条例力で少しずつ引いていくものだったけれど、この霊に関しては逆のようだ。白昼にこんなにはっきりと見えるほどのエネルギーなんて初めてだ。いけない、頭が悪そう。カメラ回ってるし、血は出さないようにしないと。ナホちゃんがスカートをキュッと握ってる。あれあれ、意外と緊張する子なのかな。とむしろ可愛く思えた私はそのままリードする形で収録を進めた。ドドーン、なんと襖を開けるとそこにはキョロリとこちらを見据える二つの目があったのです。すごーい。どうですかナホさん、これ作り話ですよね。京都府の水野さん、ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では真偽の断定は難しいと思います。ということは冗談ではなく、やっぱり水野さんの言うことは本当って可能性もありますね。実はもっと恐ろしいことに気づいてるの。ナホちゃんがね、さっきからなんかチラチラ部屋の隅を気にしてるのよね。いるのいるの、まさかこのブースにいるの私とナホタンの二人だと思ってたけど、まさかの三人。やめてー。 I think we do。 あ、いえ大丈夫ですよ。盛り上げるためにテンションを上げながら、ナホちゃんの気づかれたって表情を見ているうちに、
私はだんだん怖くなってきていた。そう、ナホちゃんが本物の霊の世界に精通してることは百も承知のつもりだったけれど、どこか絵空ごとというか、自分の住む世界と違うからって真剣に理解しようとしていなかったことに今更ながら気づいたのだ。気づいた時にはすでに遅かったんだけれど。お疲れ様です。ラストいただきました。さっき何か見えてたんじゃない？ううん、見てないよ。ちらっと収録ブースに目を流す。もう先ほどの幸子の霊は消えていた。私は何事もなかったようにさやかの話題を別の方へ誘導する。あれ？あ？どうしたの？誰か収録中喋りました？収録中に喋るわけないじゃん。ん？集音ブースに聞こえるわけもないし、なんか声かな、ボソボソ聞こえるんです。どこどこ？ここです。このやり取りのところ。京都府の水野さん、ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では、うん、二人の声しか聞こえないね。聞こえませんか？京都府の水野さん、ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では、ここです。さえのきさんのそうですねの後です。ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では、 Yeah, I heard it. ご冗談を。そうですね、これだけの事例証拠では、これ見えてるって言ってるんじゃない？そうですね、これが。嘘でしょ？乗っちゃったよ。やだ。マジっすか？本物？おい、どうした？おいおい、なんだおい、しっかりしろ。突然、スタッフの一人が首を押さえてのた打ち始めた。チアノーゼのように顔を真っ赤にし、口から泡を吐いて呼吸不全に陥っているような症状だ。うわあ、物が倒れてきたら危ない。はい。収まったか？なんなの？何かの発作？おい、息してないぞ。大変！おい、救急車呼べ！早く！蘇生措置。はい。しっかりしろ。おい、何なのこれ。ゲスト返せ、今日はバラシだ。さやかの顔から笑顔が消えて怯えた表情になっていた。これは明らかに霊障だ。
霊界に接触したことのない人たちにとっては大きなショックだろう。私はラジオ出演を安請け合いしたことを後悔した。でも私やっぱり出るべきじゃなかった。うん、いいのよ、気にしないで。スタッフも搬送先の病院で息を吹き返していたんだし、番組的にはおかしなのは音声だけだからカットで放送できるし、例の声が乗ったことに限ってはエピソードとしては美味しいから逆にラッキーだよ。本当にお仕事手伝ってくれて感謝してるよ。私もきっと恩返しするから、私に何かできることがあったら言ってね。あ、キルフェノンは来週、早速行こうぜ。帰り道やっとナホちゃんが笑ってくれた。よかった。私が元気出さなきゃ何も悪くないナホちゃんを傷つけるんだから、感謝の気持ちでテンション上げてかなきゃね。家が近くに見えてきたところで、私はコンビニに寄りたかったので、ナホちゃんの家まで行かずに夜道の角で別れた。またね、今日はありがとう。うん、おやすみ。ここまで強く粘着質の霊障は初めてだった。私の体に潜在する霊力をもってすれば大抵の霊は近寄ることすらできずに散っていたのに、さっきも下手するとスタッフやさやかが呪い殺されてしまうところだった。やっぱり響先生の身の安全を考えると篠崎家については調査自体を中止すべきだ。私は改めて決意を固めた。天神小学校の調査からは手を引こう。明日にでもきちんと古法にのっとった除霊祈祷を受けてこようかな。あれ、時間は夜の9時半過ぎ。すでに辺りは真っ暗だ。なのに家の中に明かりがついていない。先生、人の気配が全くない。家の中が普段より広く感じる。先生、先生寝ているのですか？先生の書斎を覗くがいない。部屋を一通り回ってもやっぱりどこにもいなかった。先生の仕事の打ち合わせは不定期だから、私が帰宅した時に家にいないことはいくらでもある。だけど今日はなんだか空気が違う。まるで初めから誰も住んでいなかったような、冷たい静寂が包んでいるのだ。見えてるよ。違和感を感じる。誰かが私のことを見ている。はい、サーチ。嘲笑うような意識。私の部屋の机の上に書き置きを見つけた。先生の字だ。ナホ君へ、優しい気遣いありがとう。そんな君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはやはりいかない。田口君と二人で天神小学校へ行ってくるよ。帰る方法、逆打ちの方法は分かっている。必ず無事に戻ってくる。この仕事を成功させたら美味しいものを食べに行こう。Oh, shit. Oh, no. 私は気分を変えるために再び着替えることにした。
Crap. I didn't realize that was just gonna fast forward the dialogue. Okay, that was what I wanted to do. Okay. Still haven't gotten into any gameplay yet for this chapter. Still just all exposition. So, we'll pause it for now and come back next time. See you later. I'm playing a game!